ハロー YouTube、 今日はですね、本を紹介したいと思います。今日紹介する本はですね、こちらです。笑いの解剖っていう本になります。で、中島孝信先生の本ですね。はい、で、あの中島先生はですね、経済学者の先生なんですけれども、あのとてもあのユニークなんですね。他の経済学者が、取り組まないようなことについて取り組んでいらっしゃる、とてもユニークな先生で、私はあの中島先生結構好きでですね、あのいろんな本出されてて、私もあの結構読みましたね。本当にね、面白いんですよ。あの、まあ、どういうのを出されてるかっていうとですね、まあ、一例を挙げますと、まあ、大相撲の経済学とかですね、お寺の経済学とか、障害者の経済学とか、そういうようなものですね。まあ、他にもいろいろありますね。まあ、経済学ではこう考えとかね、そういう本も結構面白かったりするんですけども、まあ、とにかくいろんな世の中の話題について、トピックスについてですね、経済学の視点から、分析してみるっていうのを、されているのはこの中島先生ですね。で、今回のこの本はですね、笑いについて、分析されていらっしゃる本になります。で、ここに書いてあるんですけれども、経済学者が解く50の、疑問っていうふうに書いてあると思います。で、この通りですね、あのまず笑いがどういう時に起きるのかっていう、その一つの大きい枠組みを示して、その後ですね、50の質問をですね、中島先生が自分で立てて、で、中島先生が自分で解いていくっていうですね、そういう感じで進んでいく、ちょっと、面白い本になります。はい、まあ自問自答していく本ですね。まあただね、あの笑いって書いてあるんですけど、こう笑いながらハハハハとか言いながら読むような本ではないですね。どちらかというと、こうニヤニヤしながらあの読んでいく本です。はい、ここに経済学者って書いてあるんですけど、まあ、中島先生って結構ミクロ経済学とかそういう枠組みで分析されることが、多いかなっていうふうに思うんですけども、今回は行動経済学とか、なんかそっちの方向ですね、行動経済学の枠組みがちょっとだけ、本当にちょっとだけ入ってたっていうような感じですね。まあそれをですね、まず最初に説明しておきますと、どういうものが入ってたかっていうとですね、システム1とシステム2の思考ですね。まあどういうことかと言いますと、人間っていうのは2つの思考の、まあ、システムがあるんですね。で、これはカーネマンが唱えた説で、で、システム1っていうのはまず直感ですね。すぐ言われて、ほぼ考えることをせずに反応してしまう。それがシステム1ですね。で、システム2っていうのは熟考する。何かこう、出来事があったら自分の中でよく考えて、それで反応するっていうですね。これがシステム2ですね。で、人間はこの2つの思考で生きてて、まあ大体システム1で反応するんですね。もうほとんど考えることなしに、どんどん反応するんですね。まあ1たす1はって言われて2ってすることになるのが、まあシステム1だとすれば、システム2っていうのはよく考える。1たす2たす3たす4たす5たす6たす7はとか言われたら、ちょっと考えるじゃないですか。そういうような感じですね。イメージはね、イメージはそんな感じです。そういう、システムが人間には2つ備わっていますっていうのが、まず前提条件としてありますね。はい、で、その後、どういう時にじゃあ笑いが起きるのかっていうことで、中島先生が、4段階説っていうのを、唱えていらっしゃいます。で、この4段階説をもとに、それぞれのこの50の質問について答えを導いていくような形ですね。はい、で、その4段階説はですね、まあ簡単にですね、ここに上がってた例とともに、ご紹介したいと思います。まず、まあ、ざっと説明しますと、第一ステップとしてはですね、不自然さを認知すること。で、第二ステップとしては、不自然さをもたらす主体に親しみを持っていること。第三ステップとしては、不自然さに対する非当事者性があること。第四ステップとしては、不自然さからの、心の解放ができている、できること。っていうふうな、4段階を、経て、笑いっていうのは起きるんですよっていうふうに、中島先生はおっしゃっています。で、今言ったことで、どういうことか、ちんぷんかんぷんだと思いますので、ここに載ってた例を、元にですね、どういうことかをご紹介したいと思います。で、まあ、ここで、上がってた、面白い例としては、ゆるキャラが、いたとして、ゆるキャラが道端でドテッと転んだことを、想定してください。ね、結構面白いですよね。笑いますよね。じゃあその笑いは何時に起きるのかっていうことなんですよ。で、4段階説に沿って説明したいと思います。まず、第1段階、第1ステップとしてはですね、不自然さを認知することっていうことですね。まあ例えば誰か人が、転んだとします。で、それが、そのシステム1とシステム2で考えたときに、システム1で処理されてしまったらダメなんですね。システム2で処理されるような状況じゃないといけない。自然であれば、ああ、そうなのね、みたいな感じで、まあ、システム1で処理されて終わりなんですけど、不自然であれば、あれっていう、なんでみたいな感じになって、まあ、そこに注意が行くんですね。そうすると、笑いが起きる前提になります。ということで、まずその状況が不自然かどうかなんですね。で、人が転んだということで、まあ、
普通は転びませんけれども、それが自然っていう場合もあるんですよ。それはどういうところかというと、スケート場とかスキー場とか、そういうところでは別に転んでも不自然ではないですよね。なんですけど、まあ、普通の道端で転んだら不自然ですよね。で、まあ、そういうことです。で、そこで第一ステップとしては不自然さを認知すること。まあ、スキー場とかスケート場でもないのに、人を転んだ、これは不自然だぞっていうことで、第一ステップが、通過されます。で、その後はですね、第二ステップということで、不自然さをもたらす主体に親しみを持っていること。で、このドテッと転んだ人がですね、親しみを持てないと笑えないんですね。まあ、例えば転んだ人がですね、警官から追いかけられている万引き犯と、高齢の自分の父親、ゆるキャラの着ぐるみということで考えてみたいと思います。で、例えば警官に、追いかけられてる万引き犯とかが、転んだとしたら全然笑えませんよね。むしろ捕まえるっていうか、そういう方向に行くんじゃないかと思います。で、次に高齢の自分の父親っていうことなんですけども、これだと次の第3ステップで出てくるんですけども、あまりに自分と当事者性が高すぎて、強すぎて笑えなくなっちゃうんですね。で、3つ目のゆるキャラのぬいぐるみっていうのは、親しみが持ちやすいので笑いやすいっていう。で、あと第3ステップのところで出てくる、非当事者性についても薄いので笑いやすいっていうことですね。で、もう今ちょっと喋ったんですけども、第3ステップとしては、転んだことに非当事者性があるかどうか、要はですね、自分と関係が薄いか強いかっていうことですね。はい。で、この第3ステップのところではですね、先ほどの例で言いますと、高齢の父親とゆるキャラのぬいぐるみだったらですね、ゆるキャラのぬいぐるみの方が笑えるんですね。なぜかというと、自分とその当事者性が、あまりないからですね。自分と関係がある高齢の父親とかが転んだら、傷とかついてないと、傷ない、気がないとかね、そういうことで、なかなか笑えない状況になるんですけども、ゆるキャラが、転んだところで、全然自分とは関係ないところで転べば、それが笑える状況になるっていうことですね。それが第3ステップです。次、第4ステップとしてはですね、その不自然さから心を解放できるかっていうことですね。これもまたちょっと、理解がしづらいところだと思うんですけども、さっき第一、システム1とシステム2っていうことでお話ししましたね。で、システム1で処理、最初に処理されたら全然笑いは起きないんですけども、システム2で処理されたら、笑いが起きる状況になりますっていうので、なんでじゃあ転んだのかっていうのを考え始めますよね。で、これをずっと続けていくと笑えないんですね。ゆるキャラが転んで、なんで転んじゃったんだろうとか、そういうのをどん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 考えていく、システム2の、ところにどん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 ハマっていくと笑いが起きないんですけども、それがポンって解放されると、頭の中から負担が解放されるとですね、システム2の思考が遮断されるっていう意味ですね。そうなると、笑いが起きるっていうことですね。はい。ですので、ゆるキャラが、転んでしまったことについてなぜなのかとか、そういうのをですね、考えないような状況で、思考がストップしちゃうと、笑いが起きるっていうことですね。はい。ということで、4段階、説っていうのですね。ちょっとご説明しました。4段階説を踏まえて、どういう時に笑いが起きるのかっていうので、50の疑問について答えていく感じですね。ということで、身近な笑いとか、あとは落語とかですね。そういうことについて結構書かれていらっしゃいますね。あと、笑いと健康とかについて書かれていらっしゃいましたね。で、個人的に面白かったのはですね、漫才にはなぜポケットツッコミが必要なのかとかですね、あと、モノマネはいつから笑いになったのかとか、なぜおばさんたちは綾小路きみまろが好きなのかとかね、この辺が個人的には面白かったですね。はい。という感じで、他にも50の質問たくさんありますので、それぞれについて、長島先生が自分で問いを立てて、自分で答えを、探していく、分析していくっていうような、そういう本になってます。で、これはですね、読者はね、結構限られるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、なんでこういうのが面白いのかなとか、そういうのを分析してみたいっていう、そういう枠組みが一つ欲しいっていう、そういう方についてはですね、読んでみるといいかもしれませんね。漫才師とかね、そういう方はいいかもしれません。けども、普通の人がね、これを読む必要性があるかって言うとちょっと微妙なところがありますけど、エッセイ、面白いエッセイとして、読んでみるといいかもしれませんね。漫才とか興味ある方はですね、
ぜひ、手に取ってみるといいかもしれません。まあ、ただ、さっきも言ったようにですね、笑いながら、あはははとか言いながら、読むようなものではなくてですね、エッセイで、あ、これはこういうことだから面白いのねっていうのをですね、まあ、理解しながら、さっきの、システム1とシステム2の思考で言うと、システム2の思考を使いながら、あ、そういうことね、そういうことねって理解しながら、読んでいくっていうですね、そういう、本になります。ということで、今日はですね、中島先生の笑いの解剖っていう本を、紹介しました。ちょっとユニークな、本です。経済学者が書くユニークな本でした。ということで、今日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。